ル月面着陸成功について海外で大きな話題となっていました。世界初、日本の月面探査機スリムが半径 100m 以内という高精度で着陸にほぼ成功。月面着陸は旧ソビエト、アメリカ、中国、インドに次ぐ世界で5カ国目の快挙です。着陸時にバランスを失い、その影響で太陽パネルが機能してない状態であるものの、この快挙に対し海外からは様々な反響がありました。それでは早速海外の反応を見ていきましょう。日本はテクノロジーの父だよ。おめでとう、大きな成果だ。素晴らしい、日本と日本人の大きな飛躍だ。重要な時期に来ているね。太陽電池が発電しておらず詳細な解析が必要とのことだけど、月面着陸に至ったことは大変喜ばしいニュースだと思うよ。関係者の皆さんにはこれまでの努力に敬意を表するとともに、さらなる挑戦を引き続き後押ししていきたいね。インドと日本の友情が不滅であり続けますように。この歴史的な偉業を達成した日本の兄弟姉妹のみんなには心から祝いたいね。おめでとう、これは日本と世界の宇宙コミュニティの両方にとって素晴らしい成果だ。 JAXA が日本の歴史的な月面着陸に参加、インドは両国間の宇宙探査における継続的な協力を大いに期待しているよ。日本にとって素晴らしい瞬間だ。着陸は成功、この地形での着陸は非常に困難だったんだよ。インドから日本へおめでとうございます。日本ラブ from タイ。素晴らしいニュースだ、ブラボージャパン。これは小さな一歩だけど人類にとっては大きな飛躍だよ。よくやった、イギリスからお祝いするよ。ツイートでみんなに良いニュースを伝えなきゃ。おめでとう、間違いなく素晴らしい成果だ。このニュースの重要性となぜニュースになったのか説明してもらえないか。日本ほどの国では成果が不十分であるように思えるね。エキサイティングなニュースだね。初の月面着陸における日本の成果は宇宙探査における重要な節目となるよ。宇宙って難しいね。それでも日本おめでとう。絶対にこれは小さな功績ではないよ。いかがだったでしょうか。日本の長年の悲願であった月面着陸をついに成功させました。コメントには日本を祝福する内容であふれていましたが、一部でも指摘されていたように太陽電池のトラブルが起きているようです。 JAXA からの続報を待ちたいところですね。今回はここまで。